クリル絵の具だいぶ使い慣れてきた頃のもんですね。まあ使い慣れるのも良し悪しで、使い慣れてなかった頃の良さっていうのはまあなくなりますよね。その時その時の、良さがありますね。でやってることはもう本当にいつも通りのことで、そんなに手数技法の数っていうのは持ってないし、やることもすごい単純で、中間の色を作ったりとか暗いとこ入れたりとか明るいとこ入れたりとかするのを繰り返すくらいですよね。あとはもう見ていくこと、見ていくことで、デッサンをするということなんですよね。見てないとやっぱりその自然を見てないとですね、形だけになってしまう、知ってる形だけになってしまうとどうもやっぱり動きが出てこない。そのリアリティのある形とか傾きとかっていうのはやっぱり見ないと出てこないと思います。ですね、そのこの絵がどれだけのデッサン力を持ってるかっていうことを、まあ、発揮するようなもんだとは思うんですけれども、それがうまいとなかなか見えてこないんですね。うまい絵はそれがリアリティ、現実のリアリティを持ってるかっていうのがなかなか分かんないんですよね。まあ、描いてる本人が一番分かんないんですけど、下手な絵の方がやっぱり、見ることができる、現実の傾きとか現実その内面のな、リアリティ、内面のリアリティっていうのは素材感ですね。素材感、その自分が素材になって、絵の具片になってですね、絵の具の本当に何も、成就しない、ただのいつも言うように、ただの絵の具の塊になってですね、孤立するんですね。でそういうとこまで見ていかないと、質感というものは現れてこないっていうことなんですよね。だからやってることは単純でも、その見ていく工程っていうのは至難の技なんですね。やってることはもう幼稚園でもできるようなこと、幼稚園でもできるようなことだし、本当子どもでも描ける、初心者でも誰でも描けるようなことをやってるんですが、その見ていくことっていうのはやはりみんなその心の中を照らして見ていく、自然をまっすぐ見ていくっていうことなんで、それが誰しもが難しい、ところだと思います。そしてまた難しいけれどもやらないといけない、ことなんだとは思っています。でもすごい難しいと言ってもですね、なんかすごい、敬遠してしまうと嫌だなと思うんですが、答えがすごい誰にも近くにあるようなものなんですよね。どんな人の境遇でも、答えがすごい近くにあって、それを探し出す、僕も一緒で、答えがすごく近くにあるのが近すぎて見えないから、それを、まあ、描くこと、対象を描くことによって自分を見ていく、それで、ね、自分にあるものに、自分の今の、魂のレベルというかですね、その自分の居場所を見つけてですね、突き止めて、それを本質に差し出して許しをもらうんですね。すごい簡単なことなんですが、意識次第だと思います。だからですね、誰にでもできることで、誰でもやらないといけないけれども、あんまりこうやらないといけないとかって思うとまた面白くもないとは思います。例えば僕はいつもやるとき、描き始めるとき、例えば、調子がいいからといって描き始めるわけではなくて、例えば、絵を描こうと思ってちょっとこう気持ちをそっちの方向に向けながら10分20分、なかなか動かずにいるとですね、まあいざ、筆を持ったりとか絵の具の準備をしてたら、普段しない、しくじりをするわけですね。普段は、しないようなことは絵の具が服についたりとかですね、コンセントに足を引っ掛けて、コンセントがちぎれたりとかですね、肘を、壁にぶつけて、
手の先までしびれたりとかですね、変なことが起こり始めるんですね。それが整うまで待ってたら、まあきりないですけれども、それが始まったら、そういうことが周りのものがですね僕に、抵抗し始めたらですね、これはもう、始まりなんですね。今日は才能があるぞという感じで描き始めるわけなんですね。だからですね、みんな多分こういうことあると思うし、それを退けるか、受け入れるかの違いなんでだと思いますね。例えば、頑張って描いた、でなんとなく形になってきたものがある次のタッチで台無しになる、そしてまたその台無しになった混乱でですね、次々と台無しになっていくといったようなことはよくあると思います。でそれがその人にとって、救いであるのか、またまた絶望であるのか、はたまた絶望であるのか、その人じゃないと分かんないですね。で、まあ、自分のやったことを大切に思っているのならそれは絶望でしかありえないですし、自分のやったことが大切じゃない人はそれが、捨てれたわけですから、救いになるわけですね。両方あっていいと思います。両方選択肢があって、心の中にあっていいと思って、自分の積み上げてきたものが崩れて台無しになることで肩の荷が下りるという感覚きっとあると思いますね。でそれをどういうふうに受け止めるか、自分の積み上げてきた細かい、思考を、崩されて本当にただの、何の考えもないような、幼稚な絵になってしまう、でもその時こそこのチャンス、絵のチャンスなんですね。質感が出てくるチャンスなんですね。それを捉える、それを丸々捉えるチャンスが来ているわけなんですね。で僕らはこのチャンスを逃してはいけない。他自分の外に、何か手段を求めてしまう、どうしても求めてしまう時なんですね。けれどもそれをぐっと我慢してですね、それをじっと見つめるんですね。自分の中に頑張ってとどまることなんですね。大体の人はきびすを返してですね、くるっと反対方向向いて違う方向に歩いて、ここはもう歩ける道じゃないわということでですね、歩ける道を探すというような感じだと思いますけれども、そこをグッとこらえて自分の中に閉じこもるんですね。徹底的に閉じこもることで、それをずっと見つめる時間を持つということです。それがすごい大事になってくると思います。見る時間の方が長くなってくる。そうすると作品というのは勝手に力を持ち始めるものだと思います。これは全体に大きな形を見ようとして白で大きく、これスカンブル、スカンブルっていうんですね。白で大きく、全体を塗って、大きく大きな筆が入ると大きな形が見えてくるから、入れてるんですね。それだけですね。別にその時に、描いてる時に大きな形が見たいとか思って、まあ大きな形が見たい、小さなところにとらわれたくない、大きな傾きが見たいっていう時に、全体にタッチを、細かいところを通り抜けてですね、全体に大きなタッチを入れるんですね。でこれは、ピンクみたいな色、何色かよくわかんない、ある色、コーラルレッドやったかな、コーラルレッドを、ちょっと赤みを帯びたところに入れるんですけど、これはちょっと濃すぎたかもしれないというような感じですね。あ、もうちょっと結構水で薄めたけどこんなにはっきりと出るわっていう感じ。けどまあ自然な感じで赤みを刺していくよりは、
大きく入れた方が絵としては描いてて面白いというふうなですね。まあでも正直どうしたらいいかよくわかんない感じなんですよね。でもこうピークを多く塗っていくと白いところがどんどん灰色に、明るい灰色に見えてきますよね。そういうところで、ピンクと、スカンブルで作った灰色を見ながら、形を見ていってるんですね。描いたところのディティールを見てしまうと細かくなっていくけれども、いろいろな関係で見ていくと全体の傾きっていうのは見えてくるんだと思うんですけど、でも描いてる時はそんなことは考えないですね。もう必死ですね。必死で見ようとして、必死で正しいタッチを、入れたい。最初には必死にタッチ、正しいタッチっていうのは何かなって言って探りながら入れるんですね。でちょっとずつ見えてきたらですね、全体が大きくつかめてきたら、感覚を求め出すんですね。感覚的に視覚的に、どうすれば、大きな傾きのまま、視覚的に作っていけるだろうかなというようなことを考える。その時に、3段階の、明るいとこ、暗いとこ、中間のトーンっていう感じで、あとは、白、黒、色彩っていう感じでですね、考えるんですね。考えるというか感じる、感覚やから感じるんですね。で、この感じるものっていうのはやっぱり正しいタッチの下にはありますよね。感じるものだけで描いていくと、まあすぐに迷路に迷ってしまって、感覚はその時その時で変わるからですね、迷ってしまいますけど、正しいものを、正しいタッチ、正しいデッサンを最初にどうしても求める。でそれがある程度つかめてくると感覚的になっていくっていうような感じなんです。正しいタッチ、正しいデッサンって何かって言ったら、まあ何回も説明したけど、正しいタッチを置きたいって思うんですね。過不足のない正しいタッチをですね、それがどうやっても動かせないようなタッチです。よく言いますよね。足しもしないし、足しもできないし、引きもできないみたいな。まあそれは後付けですけど、正しいタッチっていうのは常に人間の位置、自分が間違っていることをですね、しっかりと自覚できる位置にタッチを置くんですね。タッチを置くことでその位置を認識する、自分が間違っているなということです。 A と B は違うなということです。簡単に言えばね、今自画像を変えているけれども、これは、紙と絵の具であってですね、自画像ではなくてただの紙と絵の具なんですね。自分ではないですよね。そういうことをなかなか普段は認識できないけれども、その自分が間違っていることによって、現実とはそれは違う、不自然なものなんだということをちゃんと分かるんですね。その不自然さを見る。だからですね、自然な、色を入れるときに自然さを求めすぎるとですね、自分と、自分が不自然じゃないことが、どんどん、深みに入っていくわけですね。自分が不自然なのに不自然じゃないように思い込んでしまう。そうすると、絵が絵だと思わなくなっちゃう。そうなると絵は普通のイメージ画になっちゃうんですね。リアリティというのはなくなってくる。絵だとちゃんと認識しないとリアリティというのは出てこない。
だから、正しい立ち置く、A を B だと思わないということ。でも描くっていうことはですね、A イコール B だと思ってるんですよ。だから今から描くのは自分の顔だと、これは自分の顔だということを認識しながら描いていくわけなんですけれども、結局その反対の A ノットイコール B っていうことを導き出すんですね。そういう、まあ数式じゃないですけど、その矛盾した2つのことをですね、 A は B でないということを証明していくわけです。数学でも証明式がないとそれが証明できない。 A イコール B ということを証明するのは簡単ですが、 A イコール B でないということを証明する、そういうことなんですね。まあ、ただその果てにはやっぱり A イコール B だということを言うわけなんですけれども、これは A イコール B だけれども、これが A イコール B が相対的なものではないんですね。これは私の顔です、個人の顔ですっていうことではないんですね。それにこの自画像の中に様々な人がいろんな顔を見るんですね。僕個人の顔ではあるけれども、違う人の顔、何かこう自分の心の中にあるものを見ていくんですね。そうした時に A イコール B でありながら、それがまあ同時多発的に瞬間的に全体で起こる、つまり A イコール B っていうのは人対普遍的なもの、要するに絶対者とのいつも言うことなんですけど、絶対者との関係の中にある状態に持っていくと、それが、人の心を映す装置になるんですね。それが芸術だと思いますけれども、人の心を映す装置、そこから好きなものを見ることができる装置、それはやっぱり心の奥底をしっかりと捕まえないと出てこないことなんですね。で、心の奥底をどうやったらしっかり捕まえるかっていう方法論がヨーロッパにはあるっていうことなんですよね。まああるっていうか、日本にもあるんだけれども、どの時代においてもですね、その方法論がなかなか認識できない、形式的になってしまうということだと思います。ヨーロッパにおいてもですね、現代はおそらくその方法を見失って、みんな一時にそれを習得するべく頑張るんですけれども、一般にはその方法論は言葉としては、なかなか現れてこない。どんな学校に行ってもですね、なかなかそういうことは、見えてこないもんだと思います。いつの時代もですね。ただ距離ですね、僕らがヨーロッパの絵を見るときに、例えば向こうのヨーロッパの方々が、日本の絵を、日本の何か作ったものを見るときに、やっぱりその距離が真理の現れにつながるんですね。離れてみると客観的に見えます。ヨーロッパ人が気づかないことを東洋人は気づく。でまた逆もしっかりですね。僕らの思想の中に真理が見える。僕らは見えない。逆に嘘ばっかりに見える。何にも真実がないように見えるけれども、そうではない。外から見るとそうではない。隣の芝生は青く見えるではないですけれども、そういうことがあるんですね。だから僕は、ヨーロッパ海外に触発されて描き始めてますけれども、真理っていうもの、が、彼らの中の宗教性の中にある、
でその宗教性の中の、構築の仕方、思考の構築の仕方がそのまま、メチエ、メチエた絵画 の、 その絵肌ですね、絵肌の構造になっているわけです。こうやって重ねたら、こういう輝きが出てくるというようなこと、思想の根底になっているそのメチエというものに現れてくるんですね。で日本人はどうしてもそれが認識できない、最初はですね、描いていてなかなか描けるものではない。でもなんか感じるんですね、この油絵っていうものは普通に描いてもダメだなというような感じ、感じたりとかですね、今までの水彩とはなんか違うなっていうふうに思ったりするわけですけれども、そういう感じですね。だから向こうの人も、こっちに真理を見てて、こっちを向こうに真理を見る、まあそれを言葉にするんですけど、だから芸術の真理っていうのは、もう確実に、キリスト教なんですね。キリスト教だけじゃないですね、キリスト教が、いろんなものの影響を受けてますからね。ギリシャの影響であったり、エジプトの影響であったりですね。でそれらも全て含んでます。つまり僕らが真理に向かう時に出てくる事柄っていうものが、向こうから見れば僕らは仏教の中に、禅の中に、禅思想の中に真理があるということなんですね。だから、その根底に、心の根底に、刺さるような、それを支えるような、人間そのものを支えるような、ものが根底にあれば、それが装置になってくれる、芸術の、装置になってくれるということなんですけど、どうやって出すかという話に戻れば、それをどうやって出すかという話に戻れば、僕らはその、要するに、キリストですね、キリストっていう、方法論を導き出した西洋の完璧さなんですね。でそれがどうやってもそこにたどり着くような、僕らの心理がどうやってもそこにたどり着くような構造になってるんですね。だからですね、自然に見ていって内面を下っていけばキリストにたどり着くわけですね、万人が。でそこで天に上げられるんですよ。だからですね、自由に描いていかないといけないし、また自由に描く上で自分の心持ちをずっと観察しなきゃいけない、自分の演技をゼロ距離で見なきゃいけないですね。自分がこう思ってる、ああ思ってる、本当に思っていることがそのまま、神の御前で、演技になるわけです。それが絶対者との関係ですね。でそれはもう日本でも一緒です、どんな宗教でも一緒、別にキリスト教じゃないといけないとかいうものではないです。僕はそう思いますけれども、キリストっていうものがですね、完璧な方法論なんです。で、知れば知るほど完璧ですけれども、これがヨーロッパではこう、このキリストを通らないとですね、真理にたどり着けないわけなんですよ。でキリストの上にいるのがその父なる神なんですね。まあつまりそのキリストよりもキリストと同じであって、なおかつその親である神がいるわけなんですね。でその親である神にたどり着く方法がキリストなんですね。私は真理であり、道であり、って言いますよね。だから、例えばその日本で真理にたどり着くその父なる神、つまり万物創造の神、
であったりですね、何かしら普遍的なものにたどり着く方法、いろいろありますよね、どうやったら瞑想に入れるかとかですね、そのいろいろな自らの努力や方法論によって真理を見出そうとする。で、まあヨーロッパではそれが自然にキリストになってるんですね。だから、まあ、描く時もみんな割と自由に描いて、その底に真理があるからですね、だから自由にまあ描いていくんです。で、そのものの見方、内面伴ったものの見方、それは許されるものであってですね、結局はそのキリストの方法論、つまり受難ですね、十字架によって、呪われたものとなって死んでいく、要するに、キリストが、信じてたですね、その父なる神っていうものも、にも最後は見捨てられる、その本当に悲惨な呪われて死んでいくキリストの形、まあ、こういう言い方すればそれ怒られるんですけれども、そうじゃないとですね、僕らは助からないですね、僕らもそういう境遇になりますからね、必ず僕らも信じてたものを失って、私の神、なぜ私を見捨てになったのですかって叫ばないといけないわけですね。それでもですね、そこにキリストがいるわけですね。徹底的にですね、徹頭徹尾キリストによって僕らは囲われてるんですね。だからですね、そこにそれを仰ぎ見さえすれば、要するに救われるわけなんです。救いの構造、食材の構造っていうやつですよね。だからですね、僕らが大切と思ってきたものを失うこと、そこに本質があるわけなんですが、まあ、僕らが構築してきたものを失うこと、脱構造の原理なんですね。構造しつつも、それを崩す、崩したところに本当の構造が現れるということなんです。これがだから全思想とかにつながるわけですね。矛盾したものが同時にそこにあるんですね。それがコントラストを生むわけなんです。矛盾したものが同時にそこにあることによって、そこにコントラストが生まれる。それは一人の人間では不可能なんですね。キリストだってそうです。一人でも無理です。キリストはその父なる神と共にコントラストを作るわけなんですね。父なる神が一番上にいたら、一番下にいるのがキリスト、イエスですね。そういう感じで、僕らも普遍的なものとダイアローグを、会話をしながらですね、進んでいくわけです。だから絵はまあ面白いんですね。自分一人では自分の考えたことで終わっちゃいますから、自分の信じているものを何とか貫こうとする姿勢で終わっちゃいますから、でも大体の宗教施設、いろんな世間の宗教っていうのはこういうもんですね。自分の信じたものを貫く、自分の信じたものを何としても死ぬまでも持っていくというようなことで、ことなんですね。それはまあ宗教に限らず、自分の生き方、こういうものが理想だと思っているものをなんとか固守するというような、他人にもそれを押し付けるというようなことだと思いますけれども、本当の宗教っていうのはそうではない。自分を捨てて、脱構築するんですね。そうすることで死ぬんですね。で、その
そういう、そうすることで、まあ、全てを失って虚しくなる、虚無になるんです。でもそういうことをですね、本当の宗教家っていうのは書いてる、ちゃんと書いてるんですね。まあ、15世紀、本当に中世の時代、中世の時代かな、いつだったか忘れたけど、そういう司教のトップの人はちゃんとそういう霊的なことを理解してですね、書いてるんですが、まあ、あの見事に火炙りになって死にますけれども、あの、その人はまあ権力があったから、あの直接には火炙りには、火炙りにするぞとはみんなには言えなかったんですが、あの、まあ、周りからの弟子たちからの落ち度でですね、そういうふうに持っていかれるんですね。で結局は死刑にあって死んでしまいますけれども、別に異端の罪でですね死んでしまいますけれども、キリストもこれと全く一緒ですね。完全にその時のユダヤ教、ユダヤ教のですね、異端となってですね、十字架にかけられて、その信仰のあった民族に殺されるんですね。その時代もこの構造と一緒です。そういうもんです。だからそういうとこに、真理がある、自分が全てを失った時、虚しくなった時、がっかりした時、全て積み上げてきたものが無駄に終わった時に、それが自分の負担になるか、それともまたまた分かれ道があって自分の肩の荷が下りるかなんでしょう。そういう岐路に立たされます。でそれでも見ていけるかどうか、そこに何かを見れるかどうかなんですね。ただの、クズの塊であってもですね、そこに何か見ることができるのかどうか、クズの何でもない肉片でありながら同時に何かを見ることができるのかということなんです。そこがもうギリギリの限界のところでですね、それでもその何も人権のないクズみたいなものでも、クズみたいなものでありながら何かを見ることが許される、これが宗教性なんですね。だから質感というものがそこに生まれるんです。面白い世界です。本当に面白い世界。知ったらですね、どんどん、何をするにも、それは当てはまりますから。もちろん絵画はもちろんですけれども、どんどん多分進んでいくと思います。こういうことを一括に聞くとやっぱり難しいと思うかもしれませんけれども、最初言った通り、あの、すごい身近にある方法だから、自分よりも自分が知っているいろんな外部の情報よりも身近にあるものだから、あの、誰でもできることで、またやらないといけないことなんですよね。だいたい絵が、七転八倒しながら一つの形になりかけてきてます。これはあの完成の後で言われて初めて気づいたんですけれども、頭の中に私がいると言われました。妻にですね、花枝に。そうなんですよね、頭の中にもう一人人がいてですね、で僕は線だけで表されてるような感じで、口元の方に明るいインパスト、厚塗りの部分インパストって言うんですけど、あの厚塗りの明るいちょっとこう肉隠した部分があって、
あとはだいたい線か影ですね。けど頭の中のシースルーになった部分にですね、私がいる。それ言われないと気づかなかったですけど、本当だと思って。いやまあでもそういうのは意図してないですよね。メガネの上の明るい部分は自分のその眉間の部分の明るい部分ですからね。であと上は眉毛とおでこというような感じですから、気づいてはないんです。自分の顔を変えてその会長になってると思ってる、その会長を見てるってわけなんですけども、花江の顔は見てませんね。今度まあ花江もいろんなことを話してくれるから、絵についてはこれどう思うかっていつも聞くんですけど、そうやって言葉をもらうとだいぶ助かるのでいつも聞くんですけれども、絵を見るのが好きだから、話す内容もきっと面白いと思うんで、ちょっと対談形式でナレーションも入れてみたいなと思っております。毎回話すことが一緒ですからね。なんかそろそろこうナレーションなしでまた動画を普通に上げていきたいとは思いますけれども、この線だけで描いた部分、この青い線だったか、多分青と黒で描いてる、この眼鏡から頭部にかけての線とか描いてる時にですね、ふっとこう思わぬ人が出てくるんですよね。これはあの人が出てきました。でもこれを、公開した時に Facebook とかでやったかな、公開した時に、ウィリアム・デ・クーニングを思い出すに見えるっていうことコメントがあった。それはすごい嬉しかったですね。デ・クーニングは大好きなんですけど、これで一切認識をしてなかったんですけど、僕の出てきたのはあの人、